こんにちは、ピカチュウ永井です。今日は副助詞の詞についてのお話をしようと思います。よろしくお願いします。さて、この詞という副助詞なんですが、基本的に教諭の詞と呼ばれていて、訳すことがほとんどありません。したがって文中に詩が出てきた時に訳で困るということはまずないと思います。じゃあ何で困るかというと、これです。識別問題です。こう、詩っていう言葉は非常にたくさんあって、例えば左辺の連用形、それから形容詞の終止形、過去の助動詞の連体形、そしてこの副助詞の詩といろんなパターンがあるんで、まあ、どれがどれだか見分けなさいみたいな問題が入試やら学校のテストやらでよく出ます。で、中でもこの副助詞っていうのはちょっと分かりづらいんで、皆さんこう、まあ、識別するときに困ってるっていう人が結構いらっしゃるようです。しかしこの詞という副助詞は結構分かりやすい目印があるんで、それをちょっと今日は覚えてください。こちらです。まずこの何詞おわば、この詞は副助詞の詞なんですが、このようにC の少し後にだいたいバーが来ます。条件句というんですが、このバが来る、 C が単体であった場合にその後にバが来る、これがこの副助詞の出る場合のかなり多いパターンです。それから死ぞとか死か、死こそ、死ものように C の直後にぞ、か、こそ、もといった形助詞、かかり助詞が来ています。ぞ、なむ、や、か、こそ、は、もの中のぞ、か、こそ、もが詩の直後に来ています。平安時代以降の副助詞詩はこの形でしか現れません。ほとんどの場合はこの形で現れます。したがって詩ぞ、詩か、詩こそ、詩も、もしくは詩の後にばが来ていなかったら、それは、まあ、まず間違いなく副助詞の詩じゃないです。こういうふうに覚えておくと、まあ、これが副助詞の詞かどうかという見分けは割と簡単につくと思います。ただし逆に詞こそとか詞かとあるからといって、それが必ずしもこの副助詞であるとは限らないんで、それは注意しておいてください。過去の助動詞とかの可能性もありますので、そこはちょっとこう、まあ、安易に決めつけない方がいいんですが、少なくともこの形をとっていなかったらそれは副助詞ではありません。これを覚えておいてください。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して。